新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー2020、岸です。こんばんは。なぜこんなテンションか、決して酔っているわけではございません。こんなテンションになった理由を今からお話ししたいと思います。この動画を上げるということは無事なんとか取り戻せたということなので、お話をさせていただきたいと思います。その前に、いろいろご迷惑をおかけしたかと思います。うざかったかと思います。本当に申し訳ございませんでした。二度とこのようなことはいたしません。すいません、新年早々ネガティブな感じにして。だけどもうポジティブになったんで、日々精進していく毎日でございます。はい、ということでこの2日間何があったかお話しさせていただきたいと思います。まず遡ること2日かな、12月31日午後6時頃でございます。実はですね、年末にね、何か動画を上げたいなと思っておりまして、でその準備をしてまいりました。で、間に合わなかったらやらないつもりだったんですけれども、なんとかその出し物の準備はできたので、あとはどうするかということだけ迷っておりました。でその出し物が何かと言いますと、大晦日といえば、年越しといえば除夜の鐘でございます。でその除夜の鐘っていうのは、来る年と行く年で108回鐘を鳴らすというのが除夜の鐘でございます。でこの除夜の鐘108という数、何の数かと言いますと、皆さんご存知の通り人間の煩悩の数と言われております。前世今世来世で36ずつ煩悩があると言われていて、でその数が、総数が108ということらしいです。はい、でその108の数だけ煩悩がある、その煩悩、ハゲの煩悩を108個言おうじゃないかという企画を考えておりました。で、思いつく限りポンポンポンって出して、案外すんなり108個用意できました。で僕が思うですけれども、今現時点ではだいぶハゲは治ってきたんで、説得力はないかもしれないんですけれども、ただハゲていた時代とか、こうハゲてきた自分が思っていた、振り返って思っていたこと、あるいはハゲの人ならこう思うんじゃないかなって思うことを108個並べて、でそれを動画にしようっていうふうに思っておりました。ただどのようにアップロードするかっていうのをギリギリまで迷っていまして、まずその108個いう動画を延々と上げるっていうのが一つの動画を2で延々と喋るっていうのが一つで、もう一つがライブ配信で108個言おうかなっていうのが一つ、でもう一つが、108個動画を上げようかなって思ってたんですよ。はい、多分108個動画バカじゃねえのって思うかもしれないんですけれども、でも多分そのバカじゃねえのをやらないといけないかなって思って、で僕の中でも108個あげるってちょっと面白いなと思ったんで、108個煩悩を言って、でその煩悩一つずつを動画にして108年越しまでにあげようということで午後6時から開始したわけでございます。でそのドキュメンタリーだったり、その前後のその過程みたいなのも動画にできたらしたいなとは思ってるんですけれども、ちょっとね分かりません、そこは。でそうやって撮って、携帯で今これも撮ってるんですけど、同じように携帯で撮って、で携帯からパソコンって結構簡単にデータ移動できるんで、だから携帯で撮ってたわけで、で撮ったやつ10秒から長くて1分の短い動画をもう次々パソコンに送って、でアップロードしながらまた撮ってみたいな感じでやろうとしていました、初めは。でやってたんですけれども、アップロードが全然追いつかなかったんですよ。
ていうのも YouTube で1画面で15個までしか動画が上げれなくて、プラス僕の Wi-Fi が割と速度が遅くなっていたので全然追いつかないんですよ、アップロードが。だから、まあ、とりあえず、108個撮って、で、漫画喫茶に行って、まあ、もうこの、まあ、大体それがまあ夜9時ぐらいだったんですけれども、そのもうカフェとかそういうのも空いてなかったんで、もう漫画喫茶しかないと思って、で漫画喫茶行って、その108個の動画だけ持って、パソコンと動画持ってアップロードし始めました。でそれが大体、2,30 ぐらいからそれをし始めました。で急激にまあいっぱいアップロードしたわけです、そっからね。でタイトルもつけて、設定もして、でどん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 もうただの単純作業のようにアップロードしていきました。で、まあ11時過ぎぐらいかなまでかかって、やっと98ぐらいまで行ったんですよね。うん、よし、じゃああともう10で、達成できるなと思っていたところ、98でアップロードできなくなったんですよ。で、なんでかっていうと、あの急に短時間でアップロードしすぎるとアップロードができなくなるんですよ。うん、で何回やってもエラーになって、でそれをちょっと調べたら、その前例があったみたいで、アカウントがスパムと勘違いされて復旧までに数日かかる、あるいは一生治らないっていう情報を得たんですよ、そこで。まあ要はバンですね、まあ、半分バンに近いような状況、に追い込まれました。でまず、そもそもね、その笑ってはいけないとか見たかったんだけども、それも返上し、まあ年末年越しのこの盛り上がる空気も返上し、ひたすら6時間で動画に費やしたこの時間、そして、まあ年越しも結局ね歩きながら迎えるわけですけれども、まあ108達成できなかった無力感、そしてアカウントが停止になるんじゃないかっていう恐怖、もっと言うとそのことを考えてなく見切り発車でやってしまったんで迷惑かけて申し訳ないってことなんですけども、やっぱり多分通知がうざかったんでしょうね。でその一気に上げ始めてからチャンネル登録者数が約10人ぐらい減っちゃいまして、その短時間でね、あ、よっぽど迷惑なことしたんだな、申し訳ないなっていう気持ちもあったんですけれども、もう言ったからにはやりきろうと思ってやったんですけども、やりきれなかったこの無念さとかで、すごいショックを受けて、もう立ち直れないぐらいで、まあショックのままほぼ眠れないまま、でもなんとかこう寝て朝起きて、でもまあもう本当に毎日続けることすらできない可能性が出てきて、でもうこの1年俺何やってたんだろう、っていうか年越しに俺何やってんだろう、いい年越えてみたいな、すごいネガティブになって、いやもう本当に、あのまあ半分冗談半分本気だけども、もうマジでもう、何してんの、まあちょっとあんまりこの表現使いたくないんですけども、もうそうしたくなるぐらい、あの本当にショックを受けて朝まで、でまあ今日一応バイトだったんですけれども、もうショックで、まあ、2,3 もう何もできないけれども、でもなんかこう急にスイッチが入って、いやだったらもう新しいアカウント立ち上げて一からやり直せばいいんじゃないかな、所詮300ぐらいでしょ、だったら全然取り返せるっしょみたいな。でまあサブアカも作ったりしてね、もうまた一からこうしっかりと作り上げていけばいいんじゃねえの、なんだったらそれもネタにすればいいんじゃねえのみたいなの発想になって、少し救われて、でこれも笑い話にできるから、笑い話でしょ笑い話でしょってこう切り替えた結果、なんとかこうポジティブになれて、でまあ元気にもうよしやるしかないっていう気持ちで、まあ今を迎えました。で本当をやろうと思ってたのが、アップロードはできないんですけれども、
ライブでできないかなっていう実験をこれからしようかなと思っていて、でもまあワンチャンもしかしたら回復してるかもしれないと思って試しに動画をアップロードポンってやってみたんですよ。そしたらアップロードできたんです戻ってたっていうことで今こうやって動画を撮ってるわけでございます。はい。なので、まず短時間に100だの200だのっていう動画は上げられません。うん。し、上げてしまうとアカウント停止っていう可能性もあり得るので、皆さんちょっとご注意いただけたらなっていうことと、まあ、改めてちょっとこの 2,3 日で感じたことなんですけれども、まあなんだろう、しっかりしないといけないなって思いました。はい。でまあ気持ちも切り替えて新しくやろうって考えた時に、もうやりたいことばっかり出てきて、あれもやりたいこれもやりたい、ああいうこともやろうこういうこともやろう、もうどんどん希望しか出てこなくなって、だからそういう意味でまあまた、まあ、このチャンネル続けますけれども、その気持ちを失わないようにまた新たな気持ちで、今年1年日々精進してまいりたいと思いますので、ちょっとうざかったかもしれませんが、今後はそういうこともしませんので、また引き続き応援をしていただけたら幸いでございます。で、まあ今後に関しましては、まだちょっと考え中ではあるんですけれども、おそらくサブチャンネルを開設しようかなと思っております。で、なんでかっていうと、その、まあ、言い訳というか、まあ、謝罪というか、そういうのをする場がなくなったんですよ。どうやったらこの思いというか謝罪というかを伝えられるのかなってなったら、もう新しくアカウント立ち上げるしかなかったんですけれども、その緊急避難用のアカウントも一つ作っとかなきゃいけないなという意味でもあるし、このチャンネルともう一つのチャンネルで住み分けっていうのもできたらいいなっていうことで、まあサブアカをおそらく作ると思います。タイトルもある程度考えているので、このチャンネルの名前も少し変わるかもしれないんですけれども、まあそこはまたでき次第お伝えできたらなと思っております。ということで今年1年、まあ目標はね、まあさっきの動画でも話した通り、まあ、続けるっていうことで、こうやって続けられたことに本当に感謝しております。だからまあ引き続き続けるっていうことはそうなんですけれども、やっぱりただ続けるだけじゃダメなんだろうなっていうふうに思ったので、また気持ちを切り替えてちゃんと続けるっていうふうに、したいなと思っております。で、そのちゃんとってなんだっつったら、ただ動画を上げるだけではなく、しっかりサムネをつけていくだとか、ルールをちゃんと作るだとか、そういうのをちょっとずつできる範囲からやっていきたいなと思っておりますので、でまた引き続き、キッシーのことをよろしくお願いいたします。はい。ということで、なんとか継続できたんで、よかったです。本当によかった。ああ、いい経験でした。本当に僕にとって、だから何事も、まあ、失敗もいい経験だけど、やらなきゃこのショックもないし、やったからこそ多分すぐ気持ちを切り替えられたんだと思うので、まずはやって損はないなと、何事もまずやって後悔しましょうっていうのが本当に分かったんで、よかったです。はい。本当にいろんな意味でいい2日間を過ごすことができました。皆さんどういう年越し新年を迎えられたでしょうか。皆様の幸せをお祈りいたしまして、一本締めでいきたいと思います。一本締めなのかな、一本締めなのかな、こういう時って一本締めなんですかね、わかんないんですけど、いきます。よー、これいい、一本締め、これ僕の毛一本、キッシーでした。ありがとうございます、ここまでご視聴いただいて。はい。
まあなるべく迷惑かけないようにしますんで、これからも引き続き、チャンネル登録、そして Twitter、インスタのフォローお願いいたします。以上です。